アコーテ,ック,アコーテックですお願いしますえっと中3の時に先生が担任の先生がいきなり唐突に「このクラスでみんなで花を育てないか?」って言うてきたんですねでわまあまあんどいけどまあ異論も唱えるわけもなくまあ花を育てる流れになったんです で、次の日先生がすぐ花の苗買ってきて一人一本ずつ花の苗を渡していくんですよその苗が普通やったらなんかまあイメージとしてはパンジーとかなんかなって思ってたら先生が買ってきたのが菊の花の苗だったんですよでえみんなはっきり言って菊ってなったんです言ったらそのちょっと気味悪いし縁起悪いじゃないですかで いやーこれ菊育てんのかいみたいな感じになってしぶしぶ育てることになったんですねそしたらその先生曰くその菊はこの菊はただの菊じゃなくて一輪菊っていうんだけどまあ自分のもう腰だけ、えー、1メートルぐらいに成長するんだよこれを成長させるのはめっちゃ難しいからまあなんか責任感を持ってほしいとかってどうちゃらこうちゃら言うてたんですよで あはいはいみたいな感じで育てる感じになってでその菊がめちゃくちゃその人の栄養を取っていくから鉢に1本植えてもう自分の菊赤の菊あの子の菊みたいな感じで育てる感じになっていったんですで最初みんなめんどくさい感じでしぶしぶ育てていってたんですけどほんと最初こんぐらいの 菊がみるみるうちに成長していくんでなんかどんどんみんな愛着湧いてきてあなんかむっちゃええなみたいな感じになったんですよで育てていってでもうなんか花をもう育てるのに一生懸命になりすぎてでまあ花をもう腐った葉を摘んだりとかもしてたんですそしたらなんかみんなの数か月ぐらいしてだんだん つぼみが大きくなって、私の拳台のつぼみぐらいにでかくなったんですよ。で、あ,あとちょっとで咲くんちゃうみたいな話とかも、みんな菊の花の話をするようになって、で、ちらほらどんどん咲いてきたんです。で、1週間経って、菊が満開に咲いたんですよ、1メートルぐらいで。で、圧巻で、みんな、わすごいねみたいな感じで喜んでたんです。で担任の先生もあ こののを育てるのってるっほんまに難しくてよくなんか枯らさないでとかその途中で育たなくなることもあるからよくみんなこんな育てたねみたいな話をしてなんか褒めてくれたんですねで次の日か次の日ぐらいに学校に行ったら <laughs> すいませんえいちくの菊だけからッカに枯れてたんですよ菊がでえ。えっってなってな 今だから分かるんですけど多分この菊って除草剤かなんかで枯らされてる感じだったんですねでもその時の当時の自分は分かんなくてあ菊ってこんな感じで枯れるんやっていう感じでその日は終わったんですで家に帰ってで夜飯食ってたらあの電話がかかってきてそしたらその連絡もの 人で3年1組のまるのお母さんだけどそのちょっと連絡も回してほしくてって言われた瞬間にもしかしてって思ったんですよそしたら案の定 H 君その子があの車に轢かれて亡くなったんだみたいな話だったんですねで次の日の全校集会が朝からあるからちょっと時間を早めに来てくださいみたいな感じで進んでいったんですで分かりましたって言って 連絡も回してで次の日、全校集会で校長先生がいろいろ話した後にまに、あ、自分たち同じクラスの子なんであのクラスに集められて先生がいろいろ H 君んはまあ,ああいう感じだったけどねみたいな話をするんですね。で、みんなまあすすり泣きみたいな感じになってで、まあ、つやにも言ってあげようねみたいなで、先生が淡々と話すんです。で、ああ、悲しいなって思ってたら最後に。 担人の先生が、ま、ちょうどいいタイミングでみんなの菊も咲いたし、それを栄一君の棺ぎの中に入れてあげようねって言って、えってなって、これが偶然だと思うことを祈ります。ありがとうございました。